ビオ稽古。こんにちは、まー先生です。早速実験に取り掛かりましょう。材料はこれです。洗濯のり、食塩、水、容器があれば作れます。洗濯のりは PVA と記載のあるものをご準備ください。まずは水 150ml を容器に入れていきます。そして食塩を 60g 測って容器に入れていきます。しっかりと混ぜましょう。ぐる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 かき混ぜていくうちに溶けてきましたね。こんな感じで溶けました。新しい容器を3つ準備して、ここに PVA 洗濯のりを 25ml ずつ入れていきます。今回私は3色スーパーボールを作ろうと思って3つ容器を準備しました。そしてグリッターのりを入れていきます。そしてこれもしっかりと混ぜていきます。色が混ざらないように割り箸拭いてから次の色を混ぜてます。混ぜたら今度食塩水もう一回しっかり混ぜます。そして今準備した色のついた洗濯のりの方に入れます。そしたら混ぜたらこんな感じにですね、くっついてきます。なのでキッチンペーパーで水気をしっかり取って、手でくるくるっと丸めて完成という感じですね。それを3回繰り返します。1日乾燥させましょう。1日経った様子がこちらです。落としてみます。こんな感じで跳ねます。それではここからはまとめ方の例をご紹介します。まずは名前と日付を忘れずに書きましょう。目次です。こんな流れでお話ししていきますね。1、研究テーマ。私はこんなテーマを考えてみました。内容が分かればどんなテーマでも OK ですが、みんなに興味を持ってもらえるようなテーマを考えられたらもっといいですね。タイトルは見えやすいように大きく書きましょう。2、研究動機。この実験を選んだ理由やきっかけですね。世の中には実験や研究ってたくさんありますけど、あなたはなぜこの研究を選びましたか？このちびちびお稽古のチャンネル内でもいろんな実験をご用意しています。なぜこの実験に興味を持ったのか、素直な気持ちを書いてみましょう。3、研究方法と準備物。まず研究方法をまとめました。完成したスーパーボールをこんな風に研究してみませんか？材料や大きさ、形を変えていろいろ比べることによって研究がより深いものになりますよ。そして準備物は写真を貼って分かりやすくしましょう。4、予想。実験をする前に予想しましょう。正しくなくていいので思うことを書きましょう。5、研究結果、分かったこと。研究結果は表にまとめると分かりやすいですよ。いろんな材料で作ったスーパーボールをそれぞれ同じ高さから落として跳ねた高さを比べてみましょう。またいろんな形のスーパーボールを作って同じように同じ高さからそれぞれ落としてみて跳ねた高さを比べてみましょう。また表に限らず文章でもまとめてみてね。調べてみて分かったことも書きましょう。そしてその時に調べるために使ったものを参考文献として書きましょう。6、感想。予想していたものと結果はどうだったのかなど思ったことを素直に書いてみましょう。7、参考文献。調べるときに参考にしたものを詳しく書きましょう。楽しい実験ができますように。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。